髪切ったんだ。似合ってる。似合ってる？うん。本当？ただいま。おかえり。本当？終了。さあ、始まりました。少量チャンネルの翔太です。今回は何をするかと申しますと、彼の好みの髪型にしてきたはい。というわけで、今回はですね、もう、髪がめっちゃ伸びてて今、1ヶ月ぐらいで結構こんぐらいになるんですけど、で、今日髪切ることはりょうさんには伝えてなくって、彼好みの髪型にしたらどういう反応するかっていうのを今日はやっていこうと思います。どうしようかな。なんか髪の毛切るとき俺めっちゃいつも悩むんだけど、みんなどうしたらいいと思う？でもなんか夏だし、ちょっと切ろうかなとは思ってるんですけど、まあ皆さんにも、お楽しみにしていただければと思います。そしたら、レッツ、ゴー！ひょにょ。はい、というわけで、髪切ってきましたじゃーん。あっという間に夜になってた。いろいろしてたら。こんな感じなんですけど、マスク取っちゃいますね。じゃん。どう？似合ってる？彼好みの髪型。イエーイ。はい。というわけで、ちょっとさっぱりしました。まあ、年相応になったかなと思います。この髪にしてどういう反応するか、もうすぐ帰ってくるので、楽しみに待ってもらえればと思います。イエーイ。終了。ただいまー。おかえり。急に雨降ってきたね。うん。朝もすごい雨すごかったよ。あ、そうなんだ。なんで撮ってるの？あ、髪切ったんだ。似合ってる。似合ってる？うん。ほんと？かっちょいい。ちょっと手やらせて。いいね。いい感じ。いいでしょ。うん。いいよ。うん。よいしょ。よいしょよいしょ。こいっすか。うん、やっぱこれくらい短い方が似合うかも。ちょっとちょっとゆっくりしよう。彼好みの髪にしたらどういう反応するかをやってみました。あ、そういうこと。うん。好きよ。好き？好きよ。その髪型好きよ。あんた？うん。よかった。いいな。うん？何が？俺癖っ気だからさ、うん、今ほら、うん、うねうねしちゃうね。うん。俺もなんかかっこよくなった。よかったイエーイ。ひょにょ。というわけで、髪を切ったわけですけど。いや、ほんと似合ってる。どうですか？うん。似合ってる？若返ったね。ほんと？うん。俺的には。もともとなんかさ、童顔じゃん、翔ちゃん。はぁ。もともと幼い顔してるんだけどさ、年齢の割に。もっと若返った気がする。どうなの？そうかな？俺は年相応になったかなって思うんだけど。そう？うん。なんか大学生とかで言いそうだもん。大学生はいないでしょ、こんな。いるかな？いるいる。よかった。ね、かわいい。ありがとう。かわいい。いいよ。いいよ、好きにして。暑そう。汗が。暑いよな。じゃあいいよ。もう帰ってきたばっかしてさ、うん。で、そしたらさ、俺のさ、うん、どういう髪型が似合うと思う？逆に俺は。これで大丈夫っす。興味持てよ。え、だって、いつも通りこれだもん。ねえ、だからさ、もうなんか、あれなのよ。ワンパターンなのよ。髪の毛が、髪型が。伸ばすこと、まあ伸ばすこともないけど、うん、伸びたら切って、伸びたら切って、うん、それただそれだけみたいなね、感じだから。うんうん、ちょっと、募集しよう。募集。似合う髪型だったら。何も出しませんよ。出せあれ出さないよ。だってさ、こうやったら出てくる、勝手に出てくるシステムじゃない。出てこないよ、出てこないよ。出さないよ。こうやったら、募集しまーすって。出せよ。はい。というわけで、はい。今回はここまでにしたいと思います。思います。この髪が良かったなって思っていただけたら、チャンネル登録と、両者にもちょっと、もうちょっと髪型変えてほしいって思っていただければ、高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。では、また。食べていい？どうぞ。というわけで、お腹すいた。
昨日は昨日の話だったんですけど、さっきまでのは、うん、ちょっと僕その後ね編集をしまして、うんうん、思った以上に短すぎですよ、動画短すぎますよ動画短すぎたの。そうなの、うん、あれでしょ、翔ちゃんがさ、みんなびっくりだわ、俺の見どころをすべてカットするからでしょ、うん、俺の、そう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 、見せどころをさ、そうそうそう、いや、本当はもう5時間ぐらい撮ってんね。もうでも、もう撮れ高がもう3分ぐらいしかなかったから、もう仕方ないよ、もう。逆にすごいよね。何してたの、5時間も撮れないの。でもなんか、うん。俺らの食べてる動画が好きっていう人も多いからさ。うんうんうん。でも残念ながら今日かなり手抜きなんだよね。確かに。まあまあ、こういう日もあるさ。魚焼いてんの今。ちょっと見てくる。うん、いい匂いがしてる、すごく。ね、いい感じですね。ほんと？なんか久々じゃない？家で魚焼くの。確かにね。ね。実家から送ってもらった魚の干物。おー、すご。ほんと？面白いことあった？最近どう？面白いことなんだろうな。うん、まこのタコのお刺身も美味しいよ。うん、面白いこと特にないんだよな。なんかある？逆に。そうね、ない。おいしい。ほんとに。うんうん、汁物欲しくなるね。うん、言った、言おうとしまったんだからね。うん、味噌汁お願いしますって。うん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 、え、言ってくれればよかったのに。いや、さすると思ったんだよね。米炊いてるよ、魚焼くよって言ったら、あとはもう味噌汁しかないよ。うんうん、そのラインが来た時にはもう俺は買い物終わってたね。なるほどね。翔ちゃんの既読が遅くて今日は。ああ、そういえばね、皆様、はい、翔ちゃんの、うん、ご心配ありがとうございます。本当にたくさんのコメント。親じゃん。ありがとうございます。親じゃん。何その言い方。はい、お酒飲んでるからさ。ああ、そうか。今日は大丈夫です。はい、今日は大丈夫みたいな、うん。昨日も大丈夫だったもんね。あ、美味しい。そう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 。その話で言うと、うん、なんか辛いものが本当は良くないみたいで、でも俺辛いものめっちゃくちゃ好きなのね。ここ数ヶ月めっちゃ辛いものばっか食ってたよ。辛いもん食べてるし、どこまでも辛いものは自信あるんですよ。だって休みの日にさ、担々麺の専門店食べに行ったじゃん。そこで一番激辛のやつチャレンジしてたもん。チャレンジしてた。もう自分との勝負。唐辛子が、赤い唐辛子が、何本だろう、20本くらい入ってたんだよ。うんうん、さすがにそれまでは食べなかったけどね。いや、なんか食べれたよ。食べれた。いや、食べれたけど、お腹やられるなとは思った。あ、絶対やられる。辛くて食べれないっていうのはなかったけど。うんと、すごかったよ、汗。うん。汗すごかった。うん。で。魚。うーん。美味しそう。美味しそう。さ。いやー。あー。舐めて。やめてよ。うん、ご飯おかわりしよう。うん、してして。はい、というわけで皆さん、うん、またね。